彼女ができました。今日は彼女が来ているので皆さんにご紹介したいと思います。おいで、はい、あゆみおいで、はい、ということで僕の彼女のあゆみさんでございます。はい、あゆみと言います。ご紹介を。はい、この度石くんとお付き合いさせていただいております。石あゆです。というドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。遅れんじゃなかったね、今日。いや、遅れ、早くなったけど。あ、そうなの。はじめまして。はじめまして。あ、あゆみちゃん。あ、はい、あゆみです。あ、よしくんで、ルナ、見てるでしょ。あ、見てます。めっちゃ見てます。はじめまして。はじめまして。え、待って、待って。普通に彼女。え、今じゃないですけど。うん。え、本当ですか。いや、今日遅れてくる。うん。え、今日って撮影じゃない、うん、え、撮影よね。だからなんで来たん。遅くなるって思った。いや、早まったから来たけど。え、今日ない感じ。ないないの。うん。今日撮影日じゃないって聞いてる。そう、ない。え、なかったの。ない。え、じゃあめちゃくちゃ邪魔やん。いや、別にそういうことじゃない。え、いつから付き合ったかね。1週間前ぐらい。本当だよね、嘘なしやね、これ。うん。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、みえちゃん来るよね。え、今日撮影じゃないって聞いてるよ。ない。約束。どう好きなんですか。いや、俺はあのしっかりしてるとこ。じゃあ、あんた聞いてない。え、なんかかっこよくないですか。めっちゃかっこいいよね。ありがとう。もう今日撮影なくそう。そうだね。もう帰ろ。え、じゃあみえちゃんにもちゃんと言っとくわ。いや、言わんくていい。ちゃんと片付けて言ってね。俺言っとくわ。変なことしゃべってもらうからね。わかったって。気をつけて。はい、また。また、じゃあどこかで。はい、会いましょう。お願いします。ルナ邪魔でしたもんね。いや、邪魔じゃないですよ。邪魔でしたもんね。邪魔じゃないですよ。すいません、お疲れ様です。うそ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 う、ドッキリです。え、どういう、待って、どういうこと。彼女いるドッキリです。え、これ本当に嘘だったら知らない。いや、でもターゲットはね、ルナじゃなかったの。え、仕掛け人さん。全然付き合ってないです。イエーイ。本当に付き合ってないんだ。付き合ってない。全然付き合ってない。でね、本当はね、あの、ターゲットルナじゃなかったの。ルナ遅く来るって言ったじゃん。だから、本当は今日ミユに仕掛ける予定だったのさ。あ、そうなんだ。だっけ、予想外のルナが来た。え、だってルナ早くめっちゃなっちゃったもん、来るの。まあでもドッキリなんで、はい、安心してください。え、じゃあ普通に儀式の友達。はい、普通に友達です。しかもルナ気づいてないと思うけど、あの、イベントのスタッフでいたから。嘘、どこに。はじめもんです。腐ってくれてました。ありがとうございます。ルナもあゆみちゃんが儀式の彼女っていうせいでもう話したら仲良くしたいの、ね、そう。ただいま、お疲れ。こんにちは。あ、あゆみちゃん。あ、動画見て、はい、見るでしょ。はい、びっくりした。どういう方。普通に彼女です。そうなのね。今日撮影だよね。え、今日ないよ。撮影じゃない。撮影って言ってたよ。ならなし。え、どういうこと、どういうこと。ないよ。ないって何。ない。撮影なし。あ、ないのね。なし。あ、ないんだ。なし。なかった。え、ないの。なし。なんで来たんだよ、自分。違う、なしになった。お前がなしにしたんだろ。ごめん。都合的に。なし、なしだよね。なし、うん、誰に聞いて、こっちに聞くの。なし、うん、なしなのね。もっと先に言ってほしかったわ、それは。すまん。え、てか洗濯物干してくれた。うん、そう、さっき干したよ。本当に Thank you。 そういえば朝歯磨いた。うん、めっちゃ磨いた。何？溜まってんの？溜まったの？ここでウケんだけど。溜まったの？お泊まりしたの？まあ、そう、そう思うなら。考えれば服一緒だしね。本当だ。え、うん、まあ、かぶった。チラチラしいね、本当にあんた。やば、マジか。わあ、うん、マジか。ちょ、そういうとこじゃないじゃん。それは気をつけよう、さすがに。トイレ行ってくるわ。OK。 え、ガチの彼女なの。ガチ。いや、言えよの前にここに連れてくるの違うでしょ。いや、予定は見せびらかしたかったの。めっちゃ家汚かった。撮
演の前に言えよ、それは。すごい夜じゃん、帰ってきたら。あ、水飲んだ反動で。いや、反動が大きすぎね、それ。え、はい、付き合いされてるんですね。はい。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。え、あれですか、あの、私たちビジネスカップルとかやってる、あ、若、見てますか。あ、はい、全然見てます、全然その辺は。え、大丈夫ですか、そこら辺とかは。いや、うん、聞こえてる、全然小声の多分ギシに言ってるけど全部筒抜け。まあ、でも、うん、そんな売れてなくてば。あ、なるほど。あ、そうか、そうだよな。いや、ボディタッチなし。あ、まあ、そこはまあできるだけしないように、はい、でも全然あのないんで、そういう感情とかは。昔とかも全然なかった。あ、全然ないんで安心してほしいです、逆に。え、でもなんかあれ、今日から撮影の時2人なんかあるから、だから同行するしたいんで。なんで、なんかカメラマンとかやってくれんじゃん。いるじゃん、シマケンが。いるけど、シマケンいいんじゃん。いや、お前。いや、彼女。あら、彼女なのは分かるけど。あ、じゃあ何回か最初の方同行してもらって何もないなって感じたら、じゃあそこからは普通に。え、でもなんかそこからまた何かあるかもしれないじゃん。確かに。なんでないって言うよ、彼女に。ない、うん、ならいい。でも心配って言うから、俺も迷惑かけたくないし、うん、でちょっと来てほしい。仕事じゃん、仕事。いや、いいけど、全然来てくれるのはね、全然ね、人増えるのは全然歓迎だけど、なんかじゃあそういう形で。あ、わかりました。じゃあそうしましょう。おはようございます。おはよう。おはよう、ゆうちゃん、おはよう。ついてたんだ。ついてた。おはよう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 。久々。久しぶり。え、どういうこと、知り合いなの2人。いや、もう結構前から知ってる。そう、よくたまに遊びに行くですよ。あ、そうなんだ。え、今日泊まったの？うん、普通に今日もいつも通り。今日じゃずっといる感じ？うん。じゃあ後でみんなご飯食べに行こうよ。あり。いいの？行く？いや、どういう流れこれ？普通に4人で行く？いいけど撮影しないの、揃ってんのに。だって同行これからするなら別に今撮影しても行くのに。でも今日なんかデートの気分だから。どういう気分やねん。じゃあ公開イチャイチャすんな。なしだね。今日撮影だから来たんじゃないの？でも撮影だから来た。そうだよね。いや、泊まってんの？頻繁にここに。え、結構泊まってるよ。なんで知ってんだよ。え、何仲なの二人は。あの、この前でも初めて会って、その何回か遊んだ。知ってんの？二人が付き合ってる。知った。言えや、マジで。いや、言うタイミングなかったから。タイミングないかと思ってたんけど。知らないよ。てか泊まってたことも知らないし。なんか、あれじゃない？今そんなかしこまらんとイチャイチャすればいいんじゃない？いや、だってそんなミュウとかにもミュウ取るのに申し訳ないし。いや、申し訳ないもん、何もあれだよね。申し訳ないと思ってんなら止まんないけどね。手をつなげば。いや、いい、恥ずかしい。どういう煽りなの、それは。もういや、そんなんね、なんか恥ずかしいよね。それは二人の時がいい。いやいや、新しくないって思うな。いや、恥ずかしいって、バンバンでメンバーよ、みんな。どうじゃなくていいでしょ、別に。つなごう。いや、恥ずかしいやん。いいやん、恥ずかしい。お前ももう手渡してんじゃねえか。委ねんな。あった。ナチュラルに繋ぐな。恥ずかしかった。キスは？キスはやばい。キスは？キスはやばい。キスは？ね。え、したいっていう口してるやん、それとも。いやいやいや、てか見たくないけど、もう帰りたいよ。キス。したくない。全然。キス。お前チューの顔になってんじゃん。全然痛くない。なんでよ。こっち向け。キス。いいよ、しなくて。キス。帰りたいよ。キス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 。キュー。はい、ということでドッキリ大成功。イエーイ。何言ってんの。気づきました。気づきましたじゃないよ、言ってんでしょ。それがドッキリでございます。そうです、やってません。歌うマジで本当に。はい、ということで今回のドッキリは騎士彼女できたドッキリ。イエーイ。え、誰ですか。じゃあ、あ、私は普通に友達です。あ、義手の友達なんですね。はい、友達です。柴犬の友達でもあります。あ、はい、そうなんですか。あ、そうです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ルナです。あ、初対面の。さっき、さっきあって。そう、ルナもミュウちゃんより前に初め来てたの。あ、そうなんだ。ルナも騙されたから大丈夫。一回騙されて。何の大丈夫だ、何の慰めなのこれは。なるほどね。